ミミッキュ。それは第7世代が生んだ最強の兵器である。特製化けの皮に加え優秀な技範囲、そしてゴーストフェアリーという恵まれたタイプから霊都使用率ナンバーワンに君臨している。今回はそんな最強ポケモンに比較的強いポケモンミミッキュ対策部隊で霊と対戦していきたいと。ひょもーひゃー。どうもシンプルでカジュアルのヨロです。マッサオシン。はい、今回はもう対ミミッキュ、うわレート使用率ナンバーワンのポケモン潰し、これやっていきたいなと思います。いいっすね。はい、まあ、今回ミミキ潰しってことなんですけれども、はい、ポイントは、ポイントいくつかありますね。はい、あ、ポイント一つ目、うん、化けの皮に強くあること。なるほど。特性ですね。あ、型破りに、そしてスキルリンクも強いですね。そういうことです。うん、これで、まあ、化けの皮貫通させていくと、はいはいはい、いうことですね。はい、そしてポイント二つ目が、まあ、うん、フェアリーの通りの悪さ。確かに悪い。ああ、抜群が一体もいないですね。いないんすよ。うん、そしてまあ今一つが3体、はい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 、はい、うん、いるし、まあ、ルカリオ、ギャラドス、パルシェンとか、まあ、強くないですね。うん、比較的ミミッキュよりも強いので、はいはいはい、うん、まあ出しづらいと。なるほど。さらに3つ目あるんすね。おお、3つ目、まあ、これはちょっとよく分かりませんけど、うん、相手次第なんですけど、マグカルゴとアリアドス。まあ、確かにこいつらいいよな。うん、この2体を入れることによって相手はまず、うん、な、何この2体何してくるんっていうので、まずこの2体に目がいくんですよね。うん、なんだこいつらは。うん、そしてよう考えるとミミッキュのフェアリー技が、うん、通らないと。確かに通らん。うん、っていうことで、まあ二重三重でミミッキュ出しにくくしてるというね。もう出てくるわけないっすね。うん、出てくるわけないんで、うん、まあとりあえず、まあ先発はマグカルゴ、うん、うん、でアリアドスも出していきましょうか。なるほど。でラストは、まあフィニッシャーの、まあポリゴン2もいるんでルカリオでいきたいと思います。はい。さあ、サワオさん対戦よろしくお願いします。サワヤカさん。うん、いきなり強者ですからね、爽やかとか言いながら。はい、お願いします。あー、レート差がね、結構ありますんで。150ぐらいありました、ね、150ありましたんで、勝っていきたいと。えい、出しがち。おい、リザードに対してこのマグカルゴっていうのがね、すごい出しがち。もう出しがちなのかどうかもう分かんねえ。はい、まあ、とりあえず、まあ、風船持ってるんで、あ、まあ、不意の自信も来ないと。なるほど。いうことで、まあ、安定してあくびが打てると。こいつ、起点用意かよ。起点用意です。余裕で起点用意。いや、かわいい、マグカルゴ。マグカルゴはね、使ったことないでしょ、みんな。すごいすごい。ああ、マグカルゴね、この起点要因としては素晴らしい技持ってるんですよね。あ、そうなんや。はい、初めて見た。まあ、とりあえず今回はこういう技ですけども。おっと、カバルドン。カバルドンにあくびが刺さっていか。オッケー、いいですね。いいですね。このタイミング待ってましたわ。カバルドン vs マグカルゴっていうね。カバルドン何もできねえよな。そうなんすよ。あくびしようものなら起点になっちゃいますからね。はい、とりあえずまあここは一回ストレスロックを巻いときましょうかね。そうですね。リザードンがこれで、うん、オッケーオッケーな感じだね。とりあえず、まあ、ルカリオで詰めていきたいんで、はいはいはい、うん、まあ、悪巧みをした状態でも、まあ、リザードン Y の場合は、おうおう、うん、どちら格闘技も鋼技も半減になるんで、はいはいはい、ステロは絶対に巻きたいと。ステロは絶対に巻く。お、そして3体目も割れていく。ボルトロス。うん、なるほど。ボルトチェンジがあるのかどうかっていう話なんですけど。ああ、なるほどね。うん、そしてやっぱり最大の考慮は、うん、格闘 Z。 うんうんうん。ただまあ格闘 Z 来たらもうしょうがないということで。まあそうですね。気合玉、気合玉、気合玉は耐えますね。これ格闘 Z なのかな。いや違うな、絶対。うん、格闘 Z だったらここで飛んでくる気がするんで、うんうん、はい、まあ砂嵐の状態なので。おっと、いい。まあ岩タイプのマグカルゴは特防が 1.5 倍になってますね。いやー、いい仕事知らすね、こいつ。あ、タイプ不一致を気合玉ごときで落ちないと。あー、いいね。で、ちゃっかり HD なんで、こいつ。あー、そうなんや。 HD ぶっぱなんで。 HD ぶっぱマグカルゴない。そうなんですよ。さあ、ステルスロック負けたことによってもあくびループ展開してます。はい、なるほどね。ボルトチェンジはないようですね。おっと、ボルトチェンジはないようですね。そしてカバルドン、一生削られていくぞ。さあ、OK です。カバルドンがどうやら起点に選ばれたような感じがします。ああ、なるほど。はい、誰かを寝かさないともう突破できない。そうですね。他の2体にまあステルスロックがガン刺さりしてるんで、うん、はい、ここはまあそうですね、まあ適当に燃え尽き、焼き尽くしていきましょうかね。ああ、焼き尽くすとは。焼き尽くすはまあ追加効果、木の実を破壊するっていうね。ええー、はい、いいやん。はい、なんでこのカバルドにめちゃめちゃ強いんですよ。見たかったな。見たかったですね。焼き尽くしたかったところでございます。見たかったな、それ。まあ焼き尽くすまでもないと。まあまあそうですね。うん、ここでまあ安全にカバルドをね起点にしましたんで、まあアリアドス出したかったですけど。なるほど。あ、ここはもうルカリオで積んで、うん、終わりたいなと思いますけど。ルカリオの起点にしていきましょう。はい、まあいつもね、カバー君
うん、君がやってることをねそのまんまやられた気持ちはどうですか。確かに読まれない分ね、うん、こうなるよな。はい、人にされて嫌なことはね絶対にしちゃいけないから。ということはカバルドを使うなってこと。使うな、マジで、うん、使うのはいいですけど、うん、俺たちは使わないから。強いもんな、うん、強いんすよ、うん、だからこそね、あえて確かに、うん、同じ目に合わせるっていうね、うん、残酷なことをしてあげました。はい、ここで OK、 ここは確定眠りですからね。なるほど。さあ、問題はここもう一回積むのかというところですけど、うん、1回のね、悪巧みのラスターカノンじゃね、変わるの落ちないんすよね。気合玉があるじゃないですか、けど。ただ気合玉をね、ここもう気合玉打つぐらいやったら、うん、ここはそうですね。ただまあ気合玉打ってその後のあのボルトロスも多分ラスターカノンじゃ落ちないんですよ。あ、もう一回積みたいんだ。そうですね、じゃあ積んじゃう。だから気合玉は2回しないといけないんですよ。ああ、なるほどね。あの 70% を2回連続で当てる確率ってご存知ですか皆さん。 70% を当てる確率、はい、10分の7×10分の7 7、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 7
能性と天秤にかけた結果、まあ 49% は低いじゃないですか。ああ、なるほどね。ということはまあ悪巧みしていっていいんじゃないですか。なるほど。まあ確率的に考えるというね。はいはいはい。あ、まあ安全な思考で、うん、あ、ここでまあボルトロスが来ると、2回詰めたのでもうこれラスターカノンでも落ちますから、ね、もうあとみんなラスターカノンでいけんじゃないの。そうですね、ステルスロックもあるしね。あ、この気合玉っていう技はね本当に最悪な技なんで。バリ嫌いよな。安心しない、もう安定しない技なんで、うん、何回外したことが10回いんで。確かに。あ、でもちゃんとミミック出てこんかったね。そうなんですよ、忘れちゃいけないのはそこですね。いいね。うん、まあさすがにね出てこないでしょ。まあ相手にミミッキーがいた場合、あ、スカフン、おっとー、危ねー。こういうこと、気合玉はマジで話にならん。マジで信用しちゃダメ、気合玉は。お前、あの丸巧み2回積んだところといえば、うん、これお前運がちやないか。自分もね敵もね期待しても、うん、気合玉は使わない方がいいですよ。本当にね当てならんから気合玉は。いな、うん、実況者大会でもありましたからね。あ、そうですね、気合玉外して負けたっけ、しっかり外しましたからね。ああ、なのでまあ気合玉打たないかんっていうところは、まあ、なるべく抑えてね。ああ、なるほど。少なくして OK! 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 これがマグカル5起点の、うん、強さですね。はい。うん、やっぱ積み構築に対してミミッキーはとても面倒なんで、はい、まあこういうことがね起こりうるということで。なるほど、ありがとうございました。はい、マッチングしました。ナスミさん対戦よろしくお願いします。お願いします。変わったパーティーですね。あ、ほんとね、かわいい。ああ、色合いも、うん、結構流行ってるというかですね。ああ、ちょっと注目を浴びてるムーマージもちょっと確かにいたりしてですね。ああ、うん、これは興味深いパーティーでございますが、はい、ミミッキーはしっかりいるというね。あ、ほんとね、ミミッキーはちゃんとおるね。ああ。やっぱりこの対戦動画、やっぱミミッキーがどんだけ出てこないかっていうのをね証明したいので。そうね、そうね。はい、まあ、とりあえず安定としてミミッキー入れてるようなパーティーなんですけど、これでは多分ミミッキーは出しづらいと思いますけど。はいはいはい、そうですね。あ、まあ、ただ一見ミミッキー強そうなんですけど、見た目がこのパーティー強そうよね。あ、ただね、蓋開けてみると全然強くないんですよ。あ、そうなん。全然強くない。え、どういうこと。まあ、ギャラドスは飛行 Z、うん、あら。メガじゃないんですよ。あ、メガじゃないんだ。ああ、なんならドリューズ、うん、砂かきなんですよね。うわ、東大もっと暮らし的戦術を使ってやがるな。ああ、まあミミック対策だったらいらないからね。だって確かにミミック出てこねえもん。だって、ああ、だってテスト出ないっていうところをさ、うん、勉強するバカいる。うわ、天才の思考。ああ、いないでしょ。確かに。ああ、無駄なことはしない。なるほど。ああ、ということでまあ型破り偽装砂かきっていうね、はいはいはい、うん、斬新なドリューズを今回使っていきたいと思います。なるほど。まあ、とりあえず先発マグマグでルカリオも出していっていいんじゃないかなと思います。ルカリオもいって、はい、でドリューズですね。最後ドリューズで、はいはい、お願いします。はい、なすみさん対戦よろしくお願いします。お願いします。さあ、元巨人軍のエースとここで戦えるとは光栄でございます。元 PL 学園のあのマスミヤな。マスミヤ、桑田マスミヤ。あー、桑田マスミヤ、ブレー、あぶねえ、あぶねえ。俺のボケがスルーされとこやったぜ。耐えた耐えた。今のはギリギリセーフですね。ありがとう、風邪気味の技のシーン。はい、今はね、風邪ひいてるからね、技のシーン。あ、そうですよ、風邪ひいてるんですよ。あ、なのでちょっとね、今ちょっと遅れましたけど。はいはいはい。あ、いつもだったらすぐね、いや、桑田マスミヤないかいって言います。いや、出るかな。出るかな。ピールっていうヒントでね。うん、なんとかね、なんとかってね、ちょっとまひらずに。オッケー。まあとりあえず、まあ、頑丈をね、さ、もう一刻も早く、うんうんうん、焼き尽くしたかったっていうところですね。なるほどなるほど。まあトゲでもある、あのアンコールとかもあるんで。そうね、めんどくせえよな。うん、なのでまあとりあえず焼き尽くすから入ったというね。はいはいはい、うん、そういう思考でございます。
ほっぺスリスリの感じ見ると起点っぽいけどね。そうですね、最初に出てきたし、まあアンコールはありそうですよね。はいはいはい、オッケー、引っ込めますね。込めた。でここはウィンディ、ウィンディこの技を透かしに来たと。ただ格闘インファイト覚えるからねこいつ。あー、インファイトで来るかな。格闘 Z だったら飛ぶけどインファイトだったら落ちませんね。あー、マグカルゴ結構防御いいんですか。防御はまあ種族値120だったかな。あー、結構あるっすね。やっぱり120ですね。まあ確かにこの容姿で硬くなかったらもう、そうなんですよ、感じやもん、ね、あー、見た目的には硬いですけど。地面技地ならしの4倍から来ましたけど、ただ耐えるでしょ。マグカルゴはすごく硬い。いい、うん、これが HD マグカルゴですね。はい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 、はい、防御対面はね、もう防御耐久か、防御耐久はもう振らなくても大丈夫ですから。なるほど。ああ、ここでまああくびループの準備が整いました。ただ相手痺れるまでちょっとコロ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 、そうですね、変えてきそうな気はするけどね。そうなんですよ。なのでまあ置き土産をねどっかでやりたいなっていう感じですけど。なるほどなるほど。トゲでもある、うん、あくびを打ってますけど、さあまひらないで、オッケーオッケー、いく、オッケーオッケーオッケー、素晴らしい、最高ですね。ただまあ痺れるならここで痺れてもって感じはある。まあそうですね、そうですね、トゲでもあるは全然いいですね。ここ変えてくるかな。まあとりあえずそうですね、ここはもう、うん、ただウィンディーということを考えると、ああ、やっぱトゲデマルでちょっと起点にしたいみたいなところはあるので、ここはもう一丁あくびを打ちますね。 あマジ、ウィンディーじゃ起点にならないので。ああなるほど、はい、なのでまあ、あ、そっかそっか、そうですね、はい、さあどうするか、相手はどう来る。そうなんですよ、迷ってますね、やっぱり。あ、まあただまあ真昼までやるっていうのがまあね、相手的にはまあそうね、一番いいんじゃないの、妥当だと思うので。おっと、どう眠らせてくれると。落としてきたか。落としてきましたね。おーおーおー、ちょっと焦りましたね。あ、これアタッカーなんや。あ、確かに鋼Z トゲデマル。ねえ、初めて見たそんな。ほー、そういうことですか。一時期ね、トゲデマルがもう好きで好きで。トゲデマル好きやったんや。そう。あ、そうなんや、色違い出したからはやればよかったそうそうそう、うん、使いよったんやけど、あ、なんか、うん、うん、ちょっとどなんか能力値があんまり高くなかったけど逃がしたどう思う、うん、色違い勢の皆さん頭おかしくないこいつ。そうっすかね。俺でもだって俺あんまポケモンせんけどさ、うん、ポケモンせんとか言ってもあれやけど、うん、あの色違い出たらさすがに取っとくよ。あ、取っとくか。こいつアブリーも殺しとったしな。アブリーは殺したね。野生の色違いアブリーは余裕で殺したけど。残しとけ。うん、まあ殺していいよってお前に言ったんやけどまあ俺も殺したけど。あさあここでね、砂掛けドリューズ、さっき言ってましたね。うん、はい、まずは剣の舞を待っていくね。これけど別に素早さは上がらんや。素早さは上がらないですけど、うん、まあ、セルフで砂嵐するんで。え、これ砂嵐ちゃんと覚えんの。あ、砂嵐は覚えますよ、もちろん。あ、そうなんや。はい。いや、無駄多いな。そのとりあえず無駄が多いな。これでまあ攻撃2段階上昇。ああ、なるほどなるほど。そして素早さも2段階上昇っていうね。持ち物は？持ち物は鋼 Z です。ああ、それはね。はい。これでサラフラメやったらめっちゃ面白かったけど。いや、さすがにそれは無駄やね。そうね、無駄に無駄が。まあただやっぱりこのドリューズを、まあ、型破りと思わせることが一つなんで。ああ、なるほど。うん。おそらくミミッキはいないだろうから。そうなんですよ。うん。うん。しかもこのドリューズ、砂掛けドリューズっていうのはやっぱり増えに来るとやっぱきついでしょ、天候っていうのは。確かに。うん。なんたって素早さ2倍ですから。うんうんうん、スカーフでも抜けない領域に達するので。そうね、うん、これはちょっと砂嵐のターンを稼ぎに来てる感じがしますね。そうね、ピジョッツか。そうですね。ただこれここはまあウィンディに変えてきそうな気もしますが、うん、打ちますもん。まあとりあえずまあ負荷かけていきましょうかね。なるほど。もし居座られて、うん、まあピジョット、まあ自信打つみたいなことがあったらちょっと、ああ、なるほど、ね、あれなので、まあここは超絶螺旋連撃でもう打っていきますか。打っていきます。はいはいはい。ウィンディに変えてきたとしても、あ、まあ、変えてきますね、それ。まあしっかり負荷をかけていくと。はいはいはい。まあコロコロ変えていくのはいいですけど、うん、ステルスロックが刺さりまくってますので、相手のパーティーに対して。真空派圏内に行かないかな、無理かな。そうなんですよ、真空派圏内に行けば全然いいんですよ。あ、てかアイアヘッド圏内に入るんじゃないこれで。そうですね、そうですね。あ、いいぞ。オッケー、まずは鋼で。はいはいはい。まあ威嚇で1段階下がってますが、うん、まあこれでも1段階上昇の状態ですから。そうね、そうね、そこそこ入ると思いますけど、どうでしょうか。どうでしょうか。はい、まあとりあえずね、現代にとって非常に大事なこと一つ。ああ、一つ。自立性。おお、なんか急にまともな、うん、どうした。自立性とね、やっぱドリューズもいつまでたっても、うんうんうん、カバルドンとかバンギラスのね、うんうん、砂嵐に頼ってちゃダメだと。ああ、なるほどね。いうことなんですよ。なるほど、ドリューズが自立するための。そうです。なるほど。はい、砂嵐を自分でできるっていう。ああ、はいはいはい、はい、これがいいんですよ。ただ現代社会はもう自立ということを書き違えとるな。ああ、それはもうちょっと詳しく噛み砕いてほしい。うん、なんかさ、うん、なんて言うんだろう、まあ、マサヨシの見解ですからね。苦情はいらないよ。なんか自分で全部人に聞くなみたいな、うん、ああ、なるほど。ブラック企業とか、うんうんうん、あれはやめたがいいよ。うんうん質問すんな
そうってやつやろ。そう、自分で考えろ、うん、いやいや俺も考えてから聞いてるんですけどみたいなとこあるけど、ね、確かに確かに、まあ、確かに何も考えず聞いてくるやつははってなるけども、うんうんうん、まあ、それも確かにムカつくね、うんうん、考えたら分かるんは確かに、考えたら分かるよ、確かに、うんうん、そこはまあちょっと上司とね、うん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 、その部下のちょっとまあね、そういう人間関係はね、うん、また自立性とちょっと違うかもしれない何やこの話自立せないかんと、あ、この自立性ドリューズね、うん、うん、自撮りと言ってますけど、あ、これ自撮りって呼んどと、はい、自立性ドリューズ略して自撮りですね。自撮りあんま強くないやろ、あんまり強くないけど、でもまあ刺さってますね。あ、まあ確かに刺さってますね、うん、しかもまあ素早さに振らなくていいので、あーはいはい、なるほどね、ハッピーショット熱風ぐらいを余裕で耐えますから、まあ、これ熱風できますよね、多分絶対熱風できますね、ドーガーズ熱風、はい、ただ、ね、まあ、熱風できたところで、まあ、ルカリオがね来て、あ、負けたってなるんですよ、確かに確かに、もう進行が残ってますから、まあ、急所当たってもいいですけど、オッケー、まあ余裕で耐えると、お待たせ、砂嵐から、さらに砂嵐、おっとこれ絶望だ、絶望ですね、はいはい、これはもう決まったんじゃないですか、これは勝利が決まりましたね、うん、降参もらえるでしょ、はい、まあとりあえず今回マグカルゴでね起点にしていくという、いいねいいね、そして大事なのはね、うん、ミミッキュが今回も来なかったことですね、あ、ほんとや、やっぱ来ないんだこのパーティーに対して、うん、やっぱり積み構築にはミミッキュがね、うん、非常に邪魔なるので、はい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 、うん、ミミッキュ来させない積み構築ってのはとても強いということが証明されたと思います、なるほど、はい、次回はちょっとまたね違うポケモン使っていきたいと思います。はい。ここまでのご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。まあね、皆さんがここまでね応援してくださってるおかげで、まあ僕たちも今があるというか、まあそういう中で頑張ってこれたっていう。いや、ライブ終わりか。